フォーカス。株式会社 WFN の西武ラジエーター R1 のご紹介です。こちらですね、構造上作動ロスを避けられないラジエーターシステムに働きかけるサポートアイテムなんですね。ラジエーターホースに取り付けることで冷却水に作用し、熱や金属の歪みによる様々な作動ロスを軽減します。そしてこのラジエーターホースに取り付けるだけなので取り付けはとっても簡単です。ラジエーター内のクーラントがセブの効果をエンジン全体に届けます。そしてこのセブ、愛用者はなんと30万人を突破している商品なんですね。それでは実際こちらに取り付けて街乗りをしてみたいと思います。ここラジエーターホースですね、ここをまず脱脂します。脱脂してですね、このようなものついてますんで、これを通します。取りました。こちらに取り付けます。こういう風に取り付け、簡単ですね。取り付け本当に簡単です。そしてこのように取り付けて、このタイラップを切って、これで取り付け終了です。それではこのセブラジエーター R1 なんですけれども、トルクはすごいんですね。これ信号待ちとか街乗りにすごくいいということなんで、まあ中低中速のトルクが上がるっていうことなんですけれども、実際どうなんですかね。実際この僕の車走らせてみたいと思います。お、これすごい、ちょっとこれすごいですね。ちょっと一回止まります。この出だしのトルクがですね、かなりこれ体感できますね。これすごいですよ。本当にちょっとした踏み込みで進むので、普段の乗り方と少し変えた方がいいのかなっていうぐらい。実際どうなんですか。実際すごい、これすごいと思うよ。本当にセブすごい。